ちょうど4話まで見ましてですね、最新の4話、そして4話まで見た感想と面白ポイントをですね、お話ししたいと思います。ネタバレなしで面白ポイントを3つご紹介させていただきます。ネタバレありませんのでご安心ください。芦田愛菜ちゃんが可愛すぎて演技がうまい。松岡茉優ちゃんが美しくて演技がうまい。ストーリーが面白い。面白い、ハマっちゃうドラマです。最高の教師。